すでに蒸し暑い。今日も暑い一日になりそうです。わあ、涼しい。30分ほど前にエアコン先につけておいたんで、めっちゃ中涼しくて快適です。で、今日は8月9日金曜日朝6時26分です。今日金曜日ということは、早かったらもう明日ぐらいからお盆休みに入る方多いのかな。まあ、うちはまだまだ休みは先になりそうですが、羨ましい。でもこれだけ暑いとなかなかちょっと出かけるのも億劫になるとこなんですけど、あとまあ台風の進路ですね。台風5号だったかな。今発生してて、あ、次の台風か、なんかお盆ぐらいにどうも影響出てきそうな感じなので、まあ、お出かけ考えられてる皆さん、台風の進路には十分お気をつけください。さあ、というわけで、モーニングコーヒーいただきます。アイスコーヒー。うん。うまい。こんな早朝から何やってるかというと、エアコンの稼働実験です。先日からまたちょっとキャンピングカーのこのジル520、まあ、出動に向けての、まあ、調整やったりだとか、あと充電器ですよ。エコフローさんが先日、発売したオルタネーターチャージャー、結局もう取り外して返品しちゃいました。まあ理由はね、他の動画でもちょっと話してたんですけど、結局800ワットでの充電する場合、まあ、うちのこのジル520の場合、カムロードベースになるんですけど、まあ、オルタネーターの、容量自体は、ま、なんとかいけるんで、800ワットの充電できないことはないんですけど、結局、その800ワットって、こう、発電量に対して、足りない分っていうのは、まあ、サブバッテリーなり、メインバッテリーからの結局持ち出しして、充電してやるっていうようなことになるので、まあ、それだったら無理して、まあ、取り付ける必要もないかなということで、まあ、その時はまだエラーの解消ができてなかったんで、結局、メーカーさんの方と、まあ、カスタマーの方と相談して、一旦今回は返品することにしました。で、まあ、返品しちゃったわけなんですけど、で、取り外した後で、じゃあ、どうやって、エコフローのポタ電充電するか。まあ、うちは、デルタ2マックスを積んでるんですけど、ちょっと後でまたお見せしますが、まあ、その充電、まあ、外部からはまあ普通にコンセント挿せば充電できるし、走行中にどうやって充電するかっていうので、オルタネーターチャージャーを今回まあ導入したわけなんですけど、結局まあ返品しちゃったんで、じゃ走行中の充電どうやろうか、いろいろとちょっとまあ考えたんですけど、結局はまあ今大容量のインバータ、定格1500ワットのインバータ乗せてるんで、インバータ経由でまあ充電してやるんがいいんじゃないかなということで、まあ、そのあたり整備やったんで、また後でご紹介やりたいと思います。ちなみに今これエアコン稼働の電源ですが、外部電源とあとインバーター経由ではなくホタ電、エコフローのデルタ2マックスからの電源供給での稼働になります。というのが、昨日一応作業をインバーター経由で充電できるようにしたんですけど、それちゃんと充電できるかどうか確認したかったんですが、まあ、デルタ2マックス自体が 100% 満充電状態だったんで、今これエアコン稼働させて、で、充電量を今減らしている状況になります。ちなみにこの座席のこの下にデルタ2マックス収納してるんですけど、まあ、ちょっと後でまたこのあたりのものを乗けて、紹介しようかと思うんですが、まあ、100% だったんで、ちょっと消費しないと充電がちゃんとできるかどうかの確認ができないということで、今朝からエアコン稼働させて、充電量を減らしている状態です。まあ1時間か2時間ぐらい稼働させて、十分に充電量を減らしてから、ちゃんと作動するか充電するかどうかの確認やっていきます。ちょっと暗くて分かりにくいんですけど、このセカンドシートの足元、ここ蓋開けてやるとこうサービスドアがあって、まあ、中の電源等の回路が見えるんですけど、ここに、エコフローのデルタ2マックス開けた時にパネル操作できるようになっていて、あ、ちょっと減りましたね。今充電の残量が 89% になっています。だいたい300ワット切るぐらい今、電力使っている状態ですね。274、うん、まあ、これぐらい使っててもエアコンつけてても、まあ、ある程度車内が冷えると、まあ、300ワット以下で、使えるということで、かなり長時間使えそうです。
9時半を回りました。もう外気温どん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 上がってきて、もう汗だく状態なんですけど、朝話をしていたエコフローのポタデン、デルタ2マックスなんですけど、まあ、このポタデン使って今、エアコン駆動朝からさせてます。だいたいもう3時間ちょいぐらいエアコン稼働させて、キャンピングカーの中、冷え冷え状態です。めっちゃ気持ちがいいです。で、残量なんですけど、24度設定だったかな。まあまあちょっと温度下げて、設定してたんですけど、24度設定で3時間ちょっと回して、残量が 57% なので、40% ちょいぐらい、42-43% ぐらい今消費した感じになっています。じゃあ一旦これでエアコンの稼働を止めて、充電やっていこうかと思います。簡単に説明しておくと、最初新しく発売されたオルタネーターチャージャーを、接続して、で、走行中にオルタネーターからの発電で、ポタ電を充電するようにしてたんですけど、結局まあエラーが出たりだとか、まあ予定の800ワットで充電は一応できるんですけど、結局800ワットで充電しようとすると、まあうちの接続の場合だったらこれですね。このサブバッテリーなんですけど、サブバッテリーから結局不足分の電力を引っ張り出してこっちに充電するというような、形になっていたので、まあそれだったら無理に800ワットで充電する必要性がなくなっちゃうんですね。どうせこっちから引っ張られるんだったら、同じことなんで、それだったらまあもともと装備している、まあこれが、インバーターになるんですけど、まあ、1500ワット以上、使用できるインバーターになっていて、ここから結局 AC で充電してやっても同じことなんですね。サブバッテリーから不足分というか、サブバッテリーから不足分を、こっちに充電するっていう意味では、結局オルタネーターチャージャーつけようがつけまいが同じことなんで、まあ、それだったら、まあ、いらないかなということで、まあ、エラーの解消もできてなかったので、今回返品することになりました。小型のキャンピングカーだったり、軽キャンだったり、あと一般の普通の自動車使って車中泊する場合っていうのは、こんな大容量のインバータそもそもないし、で、さらに、こういった大容量、これ300アンペアなんですけど、300アンペアのサブバッテリーなんかも積んでいることがないので、まあ、その場合には、今回のオルタネーターチャージャー装着する意味っていうのはすげえあるかと思うんですけど、まあ、うちのように、まあ、このサブバッテリーの容量が十分であったりだとか、あと大容量のインバーター装着している場合には、無理にオルタネーターチャージャーで、充電しなくても、結局走行時に、充電器使って、で、サブバッテリー充電しながら、そしてサブバッテリーの電力使ってインバーター返して AC で充電してやってもあんまり内容的に変わらない気がするんですね。まあ厳密に言えばどうしても変換ロスがあるので若干、無駄な電力使うっていうことにはなるんですけど、まあもともとこのセカンドシートの下に設置した時点で、オルタネーターチャージャーあれ使おうと思うんでね、一回ここ開けて、で、オルタネーターチャージャーの電源オンにしてやるっていう作業が出てくるんですね。それが結構ね、よくよく考えてみると、ここから手突っ込んで、電源オンにできないことないんですけど、やっぱりここ一回、クッションのけて、蓋開けて、オンにして、それからじゃないと充電できないっていう煩わしさ考えると、もうアプリ等でリモート操作でできる、まあ、この AC での充電の方が、うちの場合は使いやすいんじゃないかなということで、まあ、結局、オルタネーターチャージャーは今回返品して、で、AC でね、外部の AC であったり、走行中はインバーターからの AC を返して充電する方法にシフトしました。でもう少し補足をしておくと、この充電用の AC ケーブル、どこに接続してるかなんですが、まあ、車内何箇所かにある AC の、コンセント、に、接続させています。まあ、ちょっと中でも、割って、そっちの方で直接、接続してるんですけど、で、もともとこの AC っていうのは、まあ、外部からの引き込みの AC と、あと、インバーターからの AC の、もう一つ言うと、このポタ電からの AC の3つをこう切り替えで、リレーで切り替えできるように、設置してるんですけど、まあ、今回それを、充電側にも接続することで、外部でも充電できるし、走行中にもインバーターの AC を使って充電できるように、自動で切り替えできるようにしてみました。これね、結構、いい感じで、まあ、ちょっと今から試してみるんですけど、これがね、ちゃんと実現できると、もう任意で自分がやりたいような、充電方法を選択できるんで、結構便利じゃないかなと思っております。とりあえず、エアコンオフ。これでエアコンがオフになったので、今度は車内のインバーターの電源入れます。電源オン。で、これで今インバーターの電源が入りました。モニター、変わりますね。これ今インバーターが
電源がオンになりました。で今これ AC 電源なんですけど、外部電源の取り込みは今接続してないので、各コンセントっていうのは、室内のコンセントっていうのは、インバーターからの AC になります。まあ、電源になります。で、今もうすでにこれと繋がっている状態なんですけど、ここにスイッチつけたんで、ここの充電用のスイッチ、ちょっとまだ、こんなテープ貼ってないんですけど、充電用のスイッチをオンにしてやると、充電が始まるようになっています。じゃあやってみましょう。電源オン。で、これで電源が入れば成功。あ、行きました。はい。で、今残量が 55%。で、ここから充電が開始されます。あ、入りましたね。で、今、インバーターのファンが回り始めました。で、充電を、開始してるんですけど、AC の充電量って確かアプリで、数値操作できるんで、ちょっとそのあたりやっていきます。アプリ今接続してみたんですけど、入力が今 683W で入力しています。で、確か充電量は変更できたのかな？ここで、あ、AC の充電スピードですね。ここ。ここで今、上限 700W にしてるんですけど、ここをこう操作してやることで、こんな感じで、最大1500までいくのかな？あ、1500W までいけますね。上限 1500W でいけるんで、まあ、800W で充電できる、まあ、チャージャーね、あれ、あ、というか、警報が出た。一旦今ちょっとオフになったかな。ちょっと1500W 大容量で充電したんで、多分今、ブレーカーが働いたんじゃないかな。ちょっと調整してみます。で今ちょっと大容量で充電しちゃったんで、ブレーカー働いたんで、一旦ちょっとリセットして、もう一度充電やり直してます。で、今この状態で、477W。今アプリで、設定し直して 500W。上限 500W で設定、やり直しました。さすがにね、1500W だと、まあ外部だったら問題ないかと思うんですけど、インバータ返してなんで、あんまりちょっと最大でやるのはどうかなということで、今、容量ちょっと落として 500W ぐらいで入力しています。で、500W だったら多分走行中にも、このエアコンを使いながらの充電っていうのもできるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、このあたりアプリの操作で、まあ、数値もっと下げてやることもできるんで、まあ、実際使いながらちょっとそのあたりの見極めやっていきます。しっかり充電してくれてますね。で、まあ、今エンジンつけてないんで、サブバッテリーの方への入力っていうのはないんですけど、482W、まあ、500W 近くで充電しています。56% 超えました。で、こっちのメーターの方が今マイナス 42A、まあまああるな。マイナス 42A 消費しております。うん。これでいけるかな？これで、まあ、外部からの、入力であったりだとか、あと走行中はもうインバーター返して、ホタ電に、充電できるようになったんで、非常に便利になったかと思います。今まで一回一回ね、コンセント差し替えしてたんで、ちょっとめんどくさかったんですけど、まあ、オルタネーターチャージャー非常に便利なんですが、まあ、こういった大容量の、まあ、インバーターがある場合は無理に、あれに接続しなくても、特に困るんじゃないかな、困ることないんじゃないかなと思います。まあ、あった方がいいんですけどね。まあ、あった方がいいんだけど、まあ、熱の問題であったりだとか、結局、不足の電力っていうのは、まあ、サブバッテリー等からの持ち出しになるので、それだったら無理につけなくても、まあ、いけるんじゃないかな。そんな感じです。次にインバーターの電源切って、今、外部電源を入力しました。バッチリ充電しております。今、外部電源、AC からの、充電になります。これで、まあ、外部からと、あと、室内、インバーター側からの、AC での入力、充電ができるようになったんで、うん、なかなかいい感じじゃないかな。バッチリ。午後から外に出かけたついでに、久しぶりに山田屋さんでうどんいただきます。まだお盆休み前ということなんで、そこまで混んでなかったすぐ入れました。もう食べるものは実は決めてるんですけど、単品よりはやっぱり定食で、暑い夏にぴったりのザルぶっかけの定食にします。ザルぶっかけ定食と、追加で、これ、焼き鯖寿司。これでいきます。
まぶっかけと、さば寿司と、ざるぶっかけと、定食の天ぷらです。薬味をかけて、だしをぶっかける。で、よくかき混ぜて、うわ、めっちゃうまそう。いただきます。めっちゃうまい。天ぷらのエビもいただいちゃいます。サクサクでうまし。お次はサバ寿司いただきます。サバ寿司うま、めちゃめちゃ脂が乗っててうまいです。ごちそうさまでした。完食です。お腹いっぱいになりました。うどん屋さんから少し足を伸ばして高松の中心部の方にやってきました。これもすぐそこ海なんですけど、ここのリブラブさん物色してきます。素敵な家具屋さんです。ここから見る瀬戸内の景色がめっちゃ大好きです。しかし外は暑そう。